どうも、イルレガーデンドラムの高橋です。今日はこの駅弁楽器の、YouTube の企画ということで参加させてもらいました。よろしくお願いします。今日はね、俺はね、そうだな、スネアの話をしたいなと思うんだけど、スネアってやっぱりこうドラムの中で一番自己主張が強くできる、個性が強く出る楽器だと思うんだけど、その中でもこの、なんていうのかな、どうやって選んだらいいか分かんないとか、まあ、いろんなことがあると思うんだけど、まずはね、楽器屋さんによく相談すること、ドラムセッションの人によく相談して、どんな音楽が好きなのかとか、どんなドラマが好きなのか、そのドラマは何を使ってるのかってよく知って、同じものを買ってみるとか、そういうのが大事だと思うんだけど、そうやって続けていくうちに、俺はグレッチっていうメーカーの G4160 っていうスネアに出会ったのね。でそれももちろんここのドラムセッションで買わせてもらって、15年ぐらい前だと思うんだけど、もうそれからずっとほぼずっとそのスネアをメインで使ってて、しかも年式別に、4台スネア、同じスネアを持ってます。でその何使い分けてるとかじゃないんだけど、その俺が何が言いたいかっていうとね、いろんなスネア楽器叩いていくうちに、一生付き合えるんじゃないかと思えるようなスネアとかに出会える瞬間ってあると思うんだよね。だからたくさん買えばいいってもんじゃないと思うんだけど、まずその一つのスネアを楽器さん、ドラムステーションの人によく相談して、手に入れてみて、好みが分かんないじゃ、そのスネアをたくさんいじくって、あの自分の好みを知るトレーニングするとすごくいいと思う。だからみんなもその俺みたいに一生付き合えるようなスネアに出会えたらいいんじゃないかなと思って話させてもらいました。みんな頑張ってください。